私の居場所は主様のおそば。新たな力に誓って主様を未来永劫お守りいたします。主様が私を求めてくださって嬉しく思います。私のサポートが独りよがりのものでないと安心するのです。私はいついかなる時も主様のことを優先したいと考えております。アメス様から授かったお役目だからではなく、心の底から主様と一緒にいたいと感じております。それが私のたった一つの望みでございます。私ただ一人ではちっぽけな風にすぎませんが、主様のおそばにいることで強く大きな風となり、未来永劫をお守りするとここに改めて誓います。どんな強い風に吹かれようとも、主様への思いが変わることはありません。揺るぎないサポートこそ私のガイド役としての使命でございます。この胸の高鳴りは力の高まり、主様の存在が私を強くするのです。この新たな力でこれからも変わらずお守りいたします。主様と過ごす私の大切で愛おしい日々が、この命が果てるその瞬間まで続きますように。この胸に宿った絆は私たちが歩む未来を明るく灯すしるべでございます。たとえこれからどんな困難が立ちはだかっても、この絆がある限りもう道に迷ったりいたしません。どうかこれからも変わることなく、主様の物語をおそばでガイドさせてくださいまし。どんな結末が待っていても、ずっと、ずっと共に。